ロープに走ってもう一度膝アウト。ああ、これは故意にね、そうですね、メリットデメリットに結びつけた方が勝てますね。なるほどなるほど、この金網をどう使うかというのが一つ。ああ、スナッキーも切れたんですか。さっきの激突の時じゃないですか、ね、あっと、そして投げつける、危ねえな。あ、やはり武藤さん、こういったのがこれ使い方ですもんね、一つの使い方ね、はいはい、あ、切れましたね、船木も切れた、そして金網にぶつける、こういった戦い方、通常のプロレスではありえない。いや、船木の流血なんてこれ総合格闘技を合わせて初めてじゃないかでしょうね。そうね、そうでしょう。まあ、総合ではすぐ、ね、止めますが、これプロレスの場合はすぐ止めませんから。さあ、今度はそこに押し付けて、金網に押し付けていきます。押し付けてね、はい、そのままこすってますよね。あ、なるほど。